今回はね、こちらですね、洗濯物が大量に溜まってしまいました。3日ぐらい洗濯するのをサボってたら、今の時期やっぱり暑いから大量に洗濯物が溜まるんですよ。それで特にこの下の方にあるね、この洗濯物なんかはこれすごい匂いなんですよ。もうこれ多分3日前の一番古い洗濯物だと思うんだけども、これね、だからこれ室内に昨日置いてたんだけども、あまりに匂いがやばいからもう寝れなくて、で外に出したんですよ。でね、これからこの匂いがすごくなっちゃった洗濯物を洗おうと思うんですけども、まあ多分このまま普通に洗濯機で洗っても、またもうこれ雑菌が繁殖しまくってやばくなってるから、まあ、すぐにまた匂いがぶり返すと思うんですよ。で今日はね、こいつを殺菌してから洗濯しようと思います。はい、こんな感じで鍋に水を張って洗濯物を入れました。いや、なんか結構この薪ストーブがさ、薄い鉄板でできてるから、こんなに重いものを乗せて大丈夫かなっていう不安もあるけども、まあ大丈夫か。じゃあね、今から火入れをしていこうと思います。だいたいね、1時間煮込みました。で今もね、火は焚いてるんだけども、沸騰する様子がないんだよね。でも結構熱い。なんかね、80度で10分間お湯につければ殺菌されるっていう話なんで、これ80度あるかな。まあでも1時間もね、まあ煮込んだから多分大丈夫だと思うんだけども、もう結構熱いよこれ。じゃあこいつを引き上げて洗濯しましょう。もう熱くて手でつかめないから火箸でやるわ。なんかもう すげえ酸っぱい匂いがする、この煮込んだ汁の中から すげえ酸っぱい匂いするわ。果たして殺菌されてるんだろうか。これいい出汁出てるね。あとでラーメンでも作るか。じゃあこのだし汁がたくさん詰まったお湯は後で畑にでも撒いておきましょうか。じゃあね、脱水も終わったし、あとは普通に洗濯をしましょう。なんか酸っぱい匂いが消えたね。鍋から出した時なんかちょっと酸っぱい匂いしたんだけども、
でも大丈夫だ。洗濯物単体からはあんまり匂いしないな。よっしゃ、殺菌されたようです。はい、終わりました。いやー、すごい疲れたな。尋常じゃない洗濯物の量だった。まあ、やっぱりね、こういう夏場は毎日こまめに洗濯するのがいいですね。ちょっとでもサボると今日みたいな感じで大変なことになるんで。ということで、今日は洗濯物を煮沸消毒したという動画でした。